はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。ニューカッセルでチャンピオンズリーグ優勝目指す、えー、目指していきたいと思います。えー、今日の試合は、まあちょっと、今日の試合とていうか、とりあえず現状不幸を置きましょう、えー。就任3年目の今シーズン、イングランドプレミアデュージョン、今4位です。あとで最初に言っておかないといけないことんね、前回確か7位やギリギリ入ってやった、 ヨーロッパリーグ、イエル出場だとか言ってたんですけど、はい、えっ、ー、と、なんかね、ウルブスがなんかカップ戦勝てたらしくて、ここら辺にいるね。なので、えー、7位がヨーロッパリーグじゃなくて、え、ヨーロッパカンファレンスリーグ出場ってことになってしまいました。はい。でね、えー、そのカンファレンスリーグの結果は、えー、フランクフルトに準々決勝で負けました。まあ、これはちょっとね、まあ、こうリーグ戦が今激アツすぎて、ちょっとサブ面でいった結果負けてしまったんですけれども、まあまあ、カンファレンスリーグはまあいいでしょう。はい。 問題はこのね、リーグ戦ですよ。残り2試合。えー、4位です今、今。次の試合に勝てば、えー、ちなみにね、あの、C、CL 出場が決まります。で、次の対戦相手は、この、マンチェスター・ユナイテッド。なん、なんですよね。このね、ユナイテッドの直接対決。だから勝てばもう、勝ちです。あの、確定です。チャンピオンズリーグ。なんで、マジで勝ちたい。 でね、結構ね、あと、前回の動画の選手はか、新しく結構選手を取ってます。あるいは前回の動画でも取ってたっけ行ったっけまあい,いや、ちょっと,とりあえず今の現状の選手をちょっと紹介しますね。はい、こんな感じになってますね。まあね、イサクがな怪我しちゃって、はい、ちょっとベンチャーにいるんですけど、まあ一応こんな感じです。もうね、ニューカッスルに現実に今いる選手は、この、ボットマンと、このブルーの ライスこの2人しかトリッピアがいたね。トリッピアもね、もうそろそろ、ね、いなくなっちゃうかもしれない。このアルナンチャラから興味持たれてたし、この欲しいクラブ結構あるんで、もうこのチームの要だったトリッピアもいなくなるかもしれないですね。はい。でね、新しく選手を結構取ったんですよ。まず、冨安。はい。8600万ユーロで取りました。リードしては、 ディフェンダー、後ろ少なくて、トミヤスね、センターバックもできるし、でウィング、あの、両サイドバックもできるし、いい年齢、若い年齢だし、結構いいんだよね。で、戦隊能力も、あの、3なんだけど、多分これ3じゃないもっとあるんだよね、本当は。まあいいや。はい。でもなんか、とみやす戦隊能力もっとあるあった、あったはずなんだけど、なんか3になっちゃってんだよね。まあまあ、でもそれでも能力素晴らしいんでね。はい。ヤス取りました。じゃこの星3に、<laughs> 8600メラルちょっと高すぎるけどね。まあ来てく、来てくれた。で、あとは、このグウェイ取りました。まあ、理由としては、ちょっとね、今、イングランド人の、<laughs> ちょっとあの、あれですね、チーム登録する際にイングランド人が全然足りないので <laughs>、ちょっとイングランド人をちょっと取ってました。はい。で、新しくね、ゴールキーパー、ブライトのゴールキーパーも、イングランド人、サーブのゴールキーパーを取っていました。まあでもね、今ちょっと話しないけど、このね、このタルビン、 このね、ゴールキーパーが弱い。うん。こいつ弱すぎる。4300メール取ってきたんですけど、潜在能力4あるんですけどね。これ、星 2. 半分しかないん、ね、で、今。こう、でかっゴールキーパーで、ゴールキーパーのこの1対1って大事なところは、スーパーセーバーも対してくれないんだよね。うんも。なんかちょっともったいない。 お金の使い方しちゃったかもしれないね、うん。で、サブゴールキーパーもね、あの、アルナンチャラに取られちゃいました。はい。あと、取った選手は、まあ、そんぐらいかな。あ、だあれだ。パリソン・ジェルマンからこの名読み方わかんないけど。エメリー。なんとかエメリーを取ってきました。この選手若くて超有望なんでね。はい。結構高かった。4000万。 言えるぐらいかな、はい、まあなんかほんと最初のほう断られてたんだけどね。なんかちょっと来てくれました。で、あとは、この人も,も紹介してよね。はい。で去年で大活躍してくれたザニオロはね、はい、このシーズンはまあんま途中出場が多めで、去年活躍した選手もこのシーズン厳しくなったね。あとやっぱこのね、ピノ てか、俺、言ってなかったね。この選手で一番やっぱ、今シーズン獲得してよかった選手。この値段としては7500万ユーロ。富安より安くて。はい、若い22歳。で、この能力です。素晴らしい。ありがとう。で、あと、結局、ハドソーで取れ、取れました。はい。えー、ハドソーでクソ安く、800万ユーロ取りました。<laughs> 本当はね、危険。あの、 なんだ、契約満了でして、する予定だったらしいんですけど、なんか、オファーできなかったので、移籍金、まちょっと使いおりました。800万ユーロでこの能力は、ほんバゲモンだよね。24歳イングランドで、ほんと、イングランド出身のところもポイント高いね。はい。で、あと最近の若手の調子、なんか、結構ね、あの、1年目、2年目あたりで取ってた、安くて強い選手はもうほぼいなくなりました。はい。一応今残ってるのは、ファクンド・トーレスっていう人とか残ってると思うんですけど、まあ 結構いないっす、ねはい、で、ジョエリントンももうそろ多分いなくなります。一応ね、今、ジョエリントンもいないんだ。ウィロックですね。ウィロックももうそろ多分いなくなります。イングランドか、ちょっとそれだけ残したいんだけどね、あの、試合出さないと出てっちゃうんだよな。<laughs> うん。そういう悲しい部分がありつつ、ね。でね。 来シーズンの移籍予算多分また2億、ぐらいあるんで、まあそこでね、もう正直今のままでいいんだけど、できればちょっとイングランド人を取るか、イングランド人ちょっと取りたいなって思ってるんだよね。ちょっとおすすめのイングランド人いたらちょっと教えてほしいけど、まあその頃にはもう、次のシーズン行ってるかもしれないですね。はい。じゃあ、今日はもう早速、行きましょう。マンチェスター・イライテッドの大事なです戦、ね、勝てばチャンピオンズリーグ出場決定。 ちょっとね、あのー、結構上位クラブには勝ってたんだよね。ちょっと見るか、うん。ほら、上の方、結構ね、勝ってたんですけど、例えばどうだろうな。ユライデットにも、ね、勝ってませよね、最初の方。で、あと、チェルシーにも3連れで勝ったり、結構ね、シティにはも自100、リバプールに4対2。 あと、リバプルに3対1。リバプル、2たてしてるから、リーグですね。結構ね、トップ6との試合は悪くはなかった。うん。で、あと、ちなみに FA カップは決勝残ってます。はい。まあ、FA、f あれ、FA カップ勝ったら、なんか、あんのかなまあ、いいや。じゃあ行きましょう。はい。どっちかカラバだっけ ?FA だっけどっちが勝てばヨーロッパリーグだから。まあ、ヨーロッパリーグがほぼ確定か。まあ、いいや。はい。それで、この試合も勝ちましょう。 きます本当に勝ちたい。うん、これ勝たなければいけない。うん。よし、行こう。スタメンはこの勝ち面で行きますか、じゃあ。ちょっとコンディション的にはある、まあ、いいか。このね、マルコス・レオナルド選手が最初の方にこの2023年に。 2,300万取ったんですけど、潜在能力やっぱ4.5あったんで、神にこの選手を育てて、出し,出していきながらね、戦うと思う。あとは、は、ね、い。いきましょう。そうあと、マークシマンがね、そう取られちゃったからね、まあ、それも伊作でよかったんだけど、伊作じゃなくて、大取りでよかったんだけど、肌そのどいで。はい。いや。阿部、やられたッつは最近3連勝。 強いですね。なんか、能力値見たら、山兆の能力あんま高くなかったんだよね。お願い。あれだ。ストップ、ストップ、ストップ、ストップ。えっ、ー、と、気配イライトにしましょう。はい。お願いします。お、早速ですね。向こう行け。あ、向こうも取った。前回の動画ってなかったっけ調整したわ。いいぞ、向こう、向こう。うわああれこれ、レノナルド欲しい。開いてるキーパーは、自衛高コースターってやつだろ、これ。 そうだ。こご強いんだよね。4割、うやー、羨ましい。うちの子リーパーマジでさ、あの、若くてもっと強かったと思うんだけどな。全然強くね。もう正直早く売り飛ばして。いいカットで、あざそうで。おい、大丈夫か何やってんの大丈夫か危ねえ。誰だ、今。突に取られてたけど。後ろから。キが入らないと多いね。 カウンターでいってくれ。カウンター、カウンター。取れ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 やっぱあとね、このゲームやっぱハイプレスが強すぎる。あ <laughs> 今なんか、煽りコメントでしたと今のチャンスをどう外せるかって、なかでした、今。煽りコメントやもん。煽り実況だね。X g 値行くと、まあ一応勝ってんだね。ゴール期待値的には。 本とこのゲーム、ゴールフたチ自由。まあ、でも、ゴールフたチ勝ってても1負けることあるからな。まとめないけど。ちょっとやっぱね、海チームの取りこぼしがちょっと痛い、痛かったな。あと今シーズンのね、プリメーリーが本当面白い。このゲームないの。マジで面白いですね。お、これ、チャンスになるかいやなんか。いやー、ちょっと取り取り返せ、取り返せ。もう、じ、自陣のゴール前巻かあれたらもう、決定行ってことだなやめて。なんで空渡るあ、危ねカルバトル渡るよん、俺は。 強いんか、カルバトルインって。まあ、あんま微妙。まあ、弱くはないか。星3がまあまあ、悪くはないって感じなんだよね。3.5からそこそこいいって感じだよマークしようろ。う。いや、うちね、今シーズンね、ほんと、ピノがすごい決めてるんだよ。ピノ、ヴァイルンから取ってきた。ヴァイルンからね、無効も取ってきたんで。 いや、向こうこう、お前、決めろよ。あれ、向こう、バイルじゃないっけドルトムンドだっけどっちだっけちょっと確認しよう。ドルトムンドだ。ごめんなさい。ドルトムンとから向こうこ戻うってきたバイルンからピノ。まあ、こ、こっからもうね、うちのチームは強くなるんで、若手いっぱいいるんでね。選手ね、やっぱ、ちょ、ちょっとね、たあの、や、最初、1年目とかずつて安くて強い選手たちはね、 なんかみんな出場できないといなくなっちゃうんだよね。ちょっと困った。あ、チャンスなりそうじゃないかこれは。お、いいぞ。え、え、え、それ、サイズチェンジかそれ。おいピキ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 レッド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 赤だろ赤赤赤赤赤。エリア内じゃないだろそれは。レッドかと思っわいや、これは VR いらないだろ。息なしや。こっから見てもわかるんだから。 ワンチャンなんか PK とかなってるの面白かったけど。直接あるかがね、俺直接あんま聞くか誰だっけトリッピア直接じゃないよな。うーん、そうなんだよね。トリッピア直接も蹴らないタイプだから、多分。確か。くぅ。前0対0です。ゴール期キ CK には負けてます。正直、結構相手に、相手がミスってるね。 までのパフォーマンスには満足してる。このまできるろと。言っておくと選手たちが満足してくれます。良くなくても言った方がね、相当ポコポコにされてたらこういうこと言うの良くないんだけど。こういう状態やってるなら褒めた方がいい。お願いします。勝ってください。気配ないと変わる。切り替わらないですね。これ選手交代無重になってくるか。変えるなら、入れるなら、このね、 ルーニー,ルー、ルーニーバードなんちゃら。こいつが強いんだよ。こいつが19歳。こいつをちょっと入れたいかな。とあとダニオロかな。あんま見れないですね。無言タイムです。<laughs> ちょっと選手交代考えるあんまね、ダメだ、ダメダメな。 ガレタ買るかマネイルガレタあとはコスリオナルの無理やる気出してるけどあんまり調子よくないんで買えよう何しようかジャニオルにするかどうだちょっと Z Z Z ジャニオルいなくねジャニオル系だかあいてわジャニオルはシャドーストレイカーにします。 えっと、これでいいでしょう。あ、なんか決められてんだけど。はいや選手交代、と鳥決められてる。まずい、まずい。いや、これ負けんのは結構、まずいんだよな。引き分けなら、まあ、いいんだけど。え、お願い。ほんとだね。引き、せめで引き分け。取り返せよ。もう絶対取り返せ。何が何でも取り返せで。も、これ、タイムしてくれよ。あ、オードよ、オードよ、決めろよ。え、キーパーの差出たか。 やっぱ、相手の殺し見てないけど。マジかよ。うん、攻撃的にして。選手も帰りよう。ちょっとタイム一回止めとこうじゃん、時間を。ブルーの決まらないです。帰るか。ウィロック今シーズンはまだしなかったけど。お前行けるか。お前行ってこい。あ彼氏も体力ないん、ね、で。富汗に帰よう。ピノは絶対必要。これでいいかも、まあ。とりあえずあと、あれだね。先日、先日も帰よう。投げ鹿だって上がっ で、まあ、これはもう変えてるんだけど。もう長く、長く。いやもう、素早く出すオポゼッション。どうしたらいいんだ、これは。もうな、ロングボールでいい、ロングボールでいい。テンポ早く早く。OK。もう、もう、もう、前のほうれ。ピノには出せ、ピノに。 たぶ絶対取り返す、1点は。いや、カウンターいや、取れよ。頼む。ナイス。トルッペはもうこのシーズンで多分、来シーズンあんま試合出れねえから、こーズン頑張ってくれ、さすがに。このシー試合全てを捧げてくれ。手が伸ばる。ナイス、よく取ってくかった。何やろ来村や、お前。いやー、ちょっと。ナイス <laughs> しましょう。 これメンタリティはちょっとバランスポジティブにしとくか。どうするこれ。何いたっけ何も書いてないけど。これでやばい。交代できるかなちょっと今ので。大丈夫だ。えー、どうしよう。まあ、とりあえずこのまま行って、選手交代は一応残しちゃうか。怪我人用に。あぶね、よくとった。サニブロック。いや俺交代罪かまったぞ。 このまま、行ってくれ頼む。マルコス・レオナルドの都市、キープが良かったね、今。あ、いや、ピノ変えるか。ちょっとピノでも、あんま変えたくないんだよな、正直言うと。オードリーだな、変えるなら。こルーニー・バード、バードなんちゃら、みたいな、こいつ入れて、ピノを左に入れろ。はい、これでいきます。 お願いします。もう一回、取ってくれ。でも、さっきもう1対1でいいな。もういないさってには厳しいよ。うん。このままでいいですよ、これこのままで。もう、欲、欲は、欲は出さない。いや、決めてくれ。絶 <laughs> 対取られんな。取られんな、マジで取られんな。これ取られたら、どうだぞ。アルバードルウェイに助けられてんな、マジで。 終了終了。ピー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 ,ピー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 。もうゴールフたチお互い1.54で。よし。OK。0対0。なんとか、ザニオーローが決めてくれたわ。オッケーで、これで一応次の試合勝てば大丈夫なんで。じゃ次の対戦相手は、どこだわかんねえな。とりあえずヨーロッパカンファネンスリーグの出場権は確定したけど、まあまあ大丈夫でしょう。じゃもう、どうせならもう、次の試合も、やります。 え次は、ノーイッチですね。18位。ノーイッチは広角争いしてるチームですね、今。右下見た感じ。バリバリある争いや。いやー、面白いね。クラムのビジョンに、えー、理事会がお喜び。ヨーロッパリーグ選手はもう決定、決まったらしいですね。よし、次ノーイッチ。でもこの試合終わったら、まあ、 シティとの結果アップ戦、FA カップなんですけど、まあ FA カップは、まあ別に動画から動画しなくてもていいかな。できる一人や。盛り上がってよ、うん。よし。お願いします。勝たせてください。あとやっぱちょっと次回のね、来シーズンの北京選手ちょっと楽しみだな。ちょ右サイドバックって面で見れば、あれなんだよね。リエス・ジェームズなんだよね、100%。でもすげえ金かかるから、 エメリー君がちょっと怪我してたらしい。まあまあまあ。若い控え、控えなんで大丈夫でしょう。ここでピノを怪我したりしたらもう終わりだけどね。社会系一応挑むか。適当にやります。OK。シールいけるぞ。本当に。絶対勝て。モビッチシティ。いきます。 おうちでィ、い。や、これ、絶対勝たないとダメだからね。し。やっぱ一回、これ動画ありくて、それらちょっと無くなっちゃったし。はい。じゃあ、今日はこ終わりです。次回は、この、ノーイッチだの、チャンピオンズリーグ、ステージを争いをかけた、大事な、最後のレッスンです。ご視聴ありがとうございました。